そう建て替えもんね、社務所も。こんなピッカピカのもなんか変だしね、はい、一切この辺は通ったことがないですね。あ、やっぱ川に出たわ。急激に登ってます。ダイソーの工場があるな。ここが、これが大江川緑地の出口かね。水が出てる感じで、線路があります。ここで川をまたげるか、これでいけるな。ここが大江川緑地ですかね。左手には川が見えます。もうなんかね、新米湖の辺みたい。あの知多半島のね、朝倉とかね。さあ、さらに北上しております。どこへ出るかな。今日は全然通ったことのないルートで通っておりますので、まあやっぱ見える景色が違うよね。この辺は通ったことあるね。もうじき笠平じゃない。ホープ、宝生、レトロだな。宝荘、もう超レトロ。一応人踏んどる、踏んどる。これだからこの高架をくぐると八重町のあたり。違う、八重じゃないわ。どこへ出る。ロックかけたるじゃん。S660。まあ外置いて置いといたら盗まれる確率は高まるわね。車庫でも入れとかんと。宝生住宅。あ、なんかね、新型車両がなんか顔つきがちょっと変わってますね。ここがまっすぐ池なんだような気がするな。曲がらないか。やむなく曲がります。でもすぐ左曲がります。できる限り線路沿いに行きたい。まだ道あるな。あ、こっからないか。道あるか。あ、ないな。やむなく表通りに出ます。大江の駅か。下福本通り、大江の駅でした。はい、大江駅。映っとったかな。ちょっと切れたかもしれない。さあ、大江の駅を抜けまして、さらに北上します。あ、あの右手のところレトロあるね。あそこ、あそこね、前撮影したけど。どれぐらい古いのある。どでかいな、あの家。こうやって見るとこれね、ちらっと映しておきますけど、すごいね、奥の家となんか全部一つながりみたいになってるね。あれどでかいです。ここね、とんがったスタイル。メモリー、メモリーなんか聞いたことあるな。さあ、次は道徳あたりですかね。ああ、昭和レトロ長屋、右手のとこまだあったな。左入りますか。ちょっと道徳近辺。さあ、間もなく道徳駅でしょうか。車が大変多いね。なんか信号結構詰まってた。お、右手に昭和レトロアパート兼、映ってないかもしれんけど、アパート結構あるね、この辺は。さらに北上します。しつこく。まだ道徳の駅つかんな。道徳町入ったけど、竹製不動産株式会社。あ、道徳駅の入口のところのお店もなくなっとるね。テナント募集中って書いてあったけど、まあなかなか人の消費行動をうまくこうキャッチアップするっていうのは難しいですよね。本当にどうやって商売やっていくべきかって。だからね、小売業も単価安いですからね。単価安いから本当たくさん売らないと儲からへんし。あ、レトロアパートあった。ここね、ありますよ。建材です。でここが道路に阻まれとるな。信号ある。氷室のバス停前を通過。氷室の交差点。さあ、信号を渡りまして線路に復帰します。さらに北上します。これずっと行くと豊田本町に出るか。ちらほら昭和レトロアパートの存在を確認しながら。もうぶっちゃけた話言えば、大地震が来たら多分全滅しますんでね。古い建屋は本当今のうち回っとかないとね、もう全て一瞬のうちに消え去る可能性がある。残念ながら。あー、しまった。これ線路向こう側だったな。ちょっとしくじりました。うお、なんとなくレトロ。何これ、工場か。あそこ何、アイススケートって書いてあるけど、何アイススケート、何あるの。アイススケート、アイススケートのプロショップって書いてあるな。あー、でね、豊玉とね、トスカの看板が見えてきました。一応通ってみる。アイススケート屋さんの前、アイススケートプロショップマーキーやっとらん。あ、ここなんかレトロあったけどなくなったな。暖房模型の前に出た。建材です。暖房模型。ファミコン&ホビーショップ。豊玉あります。トスカもあります。あ、これまっすぐ行けんじゃん。はい、パチンコ豊玉の前に出ました。いいね、この昭和の区画。そこにね、お好み焼き屋さんあったけど、なっとれん、なくなってまったな、やっぱり。
で、トスカ、一応中電気ついてるな。やっとんのか。あ、トスカもゲームセンターはにぎわっとるけど、下はなんかもうまた店なくなっとったな。なくなるわな、こりゃ。駅前といえども、もう来おへんで、そんな人が。レトロ、激烈。お、ミニーズ。シュートゼミナール、どうなんだろう、受かるんかな、早慶とか。いや、本人次第ですよ、あなたの勉強次第ですって言われるな。そう思うとなかなか受験勉強ってのは大変でしたよね。まあ高校大学、今思えば。お、今日はこっちから渡ってみよう。ここ通ったことないね。またね、このこういう川の横に来るとね、昭和の香りがしますよ、本当に。昭和の香りがかなりします。お、これ反対側行けたか。今行けるな、これ。歩行者、自転車の通行可能。行けるよ。あの、めっちゃ低い、 1.6m、 やばいな。かなり低いな、これ。かなり低いし、わー、これちょっと、あ、北の方行っちゃうな。うん、これどうなっとる。どうなっとるよ。再び線路。やばい。石垣林業って聞いたことないな。業界変わると全然わからないよね、社名言われても。さあ、これで堀田の駅の横に出ますかね。常滑線から名古屋本線。駅ビルはね、まだあるね、一応。いつ取り壊しなんだろう。駅ビルっちゅうほどでもないか、そんなに。2階建て横のオフィスビルかマンションかわからんけど、それか背が高いだけで、普通にまだあります。まあ、取り壊し始まっちゃうとあっという間だからね、寂しいもんです。さあ、堀田駅前を通過、東に向かっております。あ、ここね、建て替えが進んでますね。商店は成り立っとんのかな、実際のところ分からんけど。